はい、お疲れ様です。ヘトヘトのボコボコです。今日もよろしくお願いいたします。さあ今日もねやっていきましょう。キンキンぶっ決めしてねテンション上げていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今日ですねクールさんからのリクエスト、レモン丼のレモンサワーに凍ったレモンをぶっ込んでね飲んでほしいってやつなんですけど、普通にうまそうなんだが、今日のやつはいろいろ種類がある中の定番レモン買ってきて、アルコール 5% の分ですね、果汁 10% で、裏見たらですねこんな感じでレモン丸ごとすりおろしてお酒に漬け込むみたいな、でレモンサワーみたいに書いてますけど、凍ったのぶっ込むとどうかな、見た目にテンションが上がってちょっと風味が上がるぐらいかなと思うんだけど、まあとりあえずやっていきますか。さあ今日もキンキン凍ったジョッキ登場。うわーもう疲れてます、ジョッキしか勝たん。あーやばい、先にこっちか。これ全部入れたらレモンが多分入らないんで、7分目ぐらいにするか。うわいい音するな。入れまして、うわー凍ってるねー。よいしょ、もうぶっこんでやりましょう。おりゃこんなに入れるか、めちゃめちゃ入れたぞ。匂い最高だわ。さあどうですかこの面構え、レモンぶっこんでます。匂い最高ですね、ぶっ飛びそうですね。さあぶっ決めていきますか。レモン丼のレモンサワーに凍ったレモンをぶっこんでます。いただきます、いただきます。乾杯。うめえ。あれ、もともとの味もうまいんだと思うけど、見た目でうまさ倍増。やば。これはね、まあレモンもこのお酒も好きになるな。めちゃくちゃ爽快感ありますね。さあラストね、仏教賞乾杯。お疲れ様でした。ガム飲みしてやりました。今日のやつですね、この組み合わせ初めてやってみましたけども、そんなにね刺さらんだろうと思ったらね、予想を超えてズドンと刺さっちゃいましたね。レモン入れてないバージョンとね入れてるバージョン両方飲み比べしてみたらよかったってちょっと今反省してるんですけど、とにかくキンキンでねレモンもギュッとくるし、いやー美味しかったなー。さあってことで、まあレモン今日結構入れましたけど、こんなにね入れなくていいと思うんですよ。一切れ二切れでもいいと思うんで、楽しいし美味しいしちょっとテンション上がっちゃいましたんで、もしですね、まあ、飲んでみたくなった気になった方でしたら、ぜひねぶっ決めてみてください。さあ最後に違うことです。明日もですねクールさんのリクエスト回収していこうと思うんですが、氷結のレモンにですねキリンレモン入れて飲んでほしいってやつがあって、それやってみようと思ってますが、キリンレモンがね売ってなくて、まだ現時点手元にありません。買えるかな、売ってんのかな。これをぶっ決める予定でいきますが、もしかしたらね差し替えるかもしれません。間に合わなかったら、まだ飲んだことないこの辺のビールどれか1本でぶっ決めていこうと思ってるんで、終わった次回の動画もぜひご視聴お願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ヘトヘトボコボコでしたけど元気になりましたね。ありがとう。オーライさん。